どうもここんにちちは宣伝部長のこっちです今日は破産広告どうなるということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけでつい先日 NHK との記者会見の中において立花隆さんが破産の広告のね、まあ、結果出たよということでただその中については郵送なんでまだ分かりませんという話があったというふうに思うんですがまあおそらくですけども遅くても、まあ、週明けにはわかるんじゃなかろうか っていう形の中で、まあ、ひょっとしたらこの動画を出した頃にはねもう分かってるかもしれないんですけども、まあ、今回はですね、まあ、ちょっと破産の広告の結果が出るということで、まあ、その結果がどっちであったとしてもですねまあそもそも何でこういうことになってるんだろうねっていうのをすっかり忘れてる方もいらっしゃると思うので、まあ、大津さんが何でこれに徹底的に反対したんだろうかですと。 とかですね、まあ、その後に開いた説明会等々の話を、まあ、振り返りつつさまあ、様々検証していきたいというふうに思います。はい、というわけでこちらは「みんなで作る党」のホームページですけども「党首生命、破産債権者破産の申し立て」についてということで大塚明か,から、えー、と説明と言いますかね「党首生命が上がってるっつまあそんな感じですね。 はい、で、債権者破産の申し立てについてということでちょっと以前はね広いさんがねえー、っと名前私の方は隠させていただいてましたが先日あの、まあ、顔出し名前出しで出ておられたので、まあ、ここはちょっともう、まあ、いいのかなという形でご紹介させていただきますが広、まあ、いさんと。 申し立てに、それから村岡弁護士がその代理人となって、まあ、本当に対する債権者破産の申し立てが行われていますということですね。だからこれは債権者申し立てが行われた後に、まあ,あのまあ、この声明を出してきたというところですね。はい。で、えー、っとこの申し立ては適正な権利に基づき債権者が自らの利益を図るために行われたものだ言い方くということをおっしゃってるんですけど、債権者と話 んですか、ね、ちょっと改めて思いますけど誰誰と話したんですか <laughs> これ推測にしか過ぎないでししょだかからやっぱおかしいよねでで橘隆を中心とする党の旧執行部が責任追及の手から逃れるために申し立てたものと言わざるを得ませんということなんですがまあそんななんか違法なことがあれば破産管罪人によって調べられてるんじゃないかというお話でしたよね。はい でこのような申し立ては党にとっても一般債権者にとっても無益ですということですよね。はい、でだからこのね一般債権者って呼び方と債権者を分けてるような感じかなまあだから橘さん側についてる人は債権者と呼びそれ以外の人は一般債権者って言ってるんですけど全貌が未だに分かってないのかな資料が渡ってますよね。でそれを普通に見たらまあ橘さん側としか思えないような方々が貸してる。 思思ううんんですすよよね <laughs> その金額も大きいと思うんですよだからそれでわかんないのかなと思うんですけどね。はいまあでも確かにたくさんの人が貸してるから中には自分の味方をしてくれる人がいるのかなってのもあるんですかね。今んところ全然出てこないですよね。<laughs> で現在党には約3億円の資産がありますがこれは全て政党交付金が原資となってますと。まあ、これはね、えー、この時もかなり突っ込まれたんですけど3 3.6億,億でしたっけ ?1.6 と1.7で3.3だった気がするんですけどそうすると3000万どこ行ったんじゃみたいな感じですよね。はい、でこれ後でやりますけどその後の記者会見においてですねえー、っとほとんど残ってませんみたいなこと言ってましたよね。あの <laughs> <laughs> ここでは党の資産が約3億円って言ってるんですよ。で後に記者会見で確か千代さんだったと思いますけど党に資産ね債権者に原うさんどっくらい残ってるんですかっつったらほとんど残ってないって言ったんですよ。そうするともともと3.3億が3億と説明されでこの3億が0になってるってなるといろいろおかしくねみたいな <laughs> 本当に早く帳簿が見たいっていうところはありますね。はい でえっ、ー、と政党女性法上、貸入れ金の返済は政党交付金による支出と認めておらずと、で仮入れ金に返済に充てられた支出は総務省による返還命令の対象となりますと。だから、まあ、これに対象とならないためには、まあ政治資金管理団体とか作ってらっしゃいますけども、まあれだったかな、まあ、とにかくまあ別の政治団体でもいいんですけど、一旦こう渡して戻せばいいわけでしょ、はい。 まあそのスキームについては当然ね政治資金管理団体まで作ってますからね <laughs> 分かってると思うんで既、まあ、にやっててもおかしくないと思うんですけどね、はい、わざわざなんでこれを言うのかなって感じでそうすると政党から普通に政治資金管理団体の方にお金流しちゃってそれね3000万を使っちゃって残りは3億なのかなみたいな風にも思えますけどねただ ここが正しいってなると、やっぱり当の口座に3億円、この時点で残ってないとおかしいですよね。で、3000万は使っちゃいましたと <laughs> で。で、その後の記者会見までの間に、この3億円を、えー、っとどっかに移しちゃったっていうことになりまして、だって返すお金ありませんって言ってるわけですから、ね、どこ行ったんでしょうね、消えた3億円ってタイトル変えようかな。でえー、っとそししてもし現 時点で党が破産し立花隆志の高しら市長に対する債権の全てについてあ今のお金で当てると配当率はやっぱ非常に低くなりますということですね。ここにまとめてますけど資産3億円、正当交付金全額ってて書いてありますよね。だから凍結されてるやつと合わせて、まあ、本当は3.3億のはず,なんはずなんですけど3,000万どっかいてでも一応3億って書いてるわけですよ。 そうすると残りどこ行っちゃったんでしょうねはいでででなぜか負債が13.5億ということになっていて <laughs> で、えー、立ち、えー、立場でたかしらの主張するう債権総額がまあ10.5億。まだまあこれを書きゃいいんですけどわざわざ配当による支出に対する 変換命令対象相当額3億円とか勝手に言ってるわけですけどこ、まあ、この時点でえっと資産がちゃんと3億円残っていたとして、まあ、これを返すってなったら返したことによって負債が増えるみたいなことをおっしゃってるわけですよねちょっと何が何やらよくわかんないんですけどこれ後で当然あの整合性問われますからねうんということだと思いますとで当然これ破産完全にも見て <laughs> 見てますよねさすがにはい で実際は破産管財に報酬は、管財手続費用が支出されるためより低くなるって感じで、まあ、ここ,この時点では書いてませんけども、えーと、大津さんが支払いを拒否していた給料ですね、がまあ、破産管財人によって支払われることになったんで、その分も合わせて減るということになるんだと思いますね。はいで でそして、まあこのような立花隆の,の市場に対して異議を唱ええー、以下の旧執行部に対する責任追及と適切な党運営、も給料が払ってなかった時点でもうこれアウトなんですけどね、より高い水準の返済を実現したいと考えていますとい。相変わらず、ちょっと当時も思いましたけどね、こ,このなんか文章なんで出したんですかね、これからこれ責任取われますよ。<laughs> 広告が通れば、なんかこれも。 なななな。んかか政府みたいなことなんのかなで,で立花隆に対する、まあ、貸し付件、まあ、いつも言ってる3.5億の件ですかねで当、えー、から不正に流出した資金の流出先の返回請求及びその回収って感じでいまだに精査中って言ってるけどこれ言ったんだから、まあ、これも後にね何のこと言ってんですかっていうのがまあ問われる話だと思います。でそれから斎藤氏浜田氏に対する損害賠償請求及びその回収。<laughs> <laughs> むしろ所属させないことをさせてしまった大津さんの責任ですねだから、まあ、これを斉、えー、藤さん浜田さんに対してやっぱりそのね政党交付金が失われてしまったっていう責任があ,あるというふうに考えるとするならばその責任の対象は斉藤さん浜田さんではなくって大津さんなんで大津さん3.3を払ってくださいっていうのを、まあ、自ら認めてるようなもんですね、はい、だからまあこれ請求されると思いますでそれから適切な党運営に対する寄付事業収入ですねはい え、1億円以上。<laughs> 分かってますか1億円目指すんじゃないです。1億円以上ですからね。はい。まあ、い,、まあ、いずれその寄付とか、それから事業っていうと、今のとこあの T シャツしか売ってませんけども、T シャツだけじゃないや。なんかバッチとかも売ってるらしいですね。あの、っていう感じで、あれがいくらになるんだろうって。どんくらいの儲けがあるかっていうことについても、いずれわかるんだと思うってう感じですね。まあ、つまりその寄付と、えー、と事業収入の利益、利益の部分だけを、 足して、えー、これが1億円以上っていくってことなんで、まあ、ただ途中で終わっちゃったんでね、まあ、少なくとも、まあまあね、でもやっぱり代表記騒動の期間も長かったし含めて、まあ、1000万以上は行ってないと変ですけどね、まあ、でもこの時点で1億円以上って言ってるからどうなんだろうな寄付だけで5000万事業の、まあ、利益だけで2000万ぐらい行ってるんでしょうね、はいまあ、これは後に見たいと思いますでそしてこれらすべてを加味した際には 74.3%以上の高水準の返済が可能となりますって感じでね。本当に怪しいサイト見てるみたい <laughs>。で、えっ、ー、と、<laughs> いうことですと。で、資産は7.8点億円以上という感じでね。はい、なぜなら橘から3.5億回収するからとかね。えー、だってこ、この7.8点億のうち <laughs>、だってこれ、橘さんと浜田さん、斉藤さんから回収するのが6.8億。<laughs> <laughs> 6.8億で1億は事業収入っていうもう、まあ、本当に出るか出ないかわかんないやつ入れていてまあだからこれはもう普通に考えるとゼロですゼロゼロっていうかでも T シャツ売れたか利益でまあ数万ぐらいのやつは出るかもねみたいなことですかねはいあでも寄付もねひょっとしたら10万ぐらい集まってるかもしんないで合わせると2 3 0万ぐらいになってるかもしんないですねっつー感じでまあとにかく7.8億ってなんじゃそれっていうね話だと思いますはい という感じで、まあ、これだとこんなに払えますよって言ってるけど、まあ、正直このプランだとほとんど返ってきません。ゼロですね。ゼロ <laughs> ってやつですね。はい はい、で、えっ、ー、と、いうことですね、で、しかも、立花をはじめとする旧執行部に対する責任追及と資金の回収には、数年単位での時間を要するものと思われますって感じで、やっぱりこの状態をなるべく長くキープして、ジャブジャブということをやっていきたいかのように見えますけどね、はい。破産が通っちゃうとね、みたいな。 です、ね、で、ートを私物化してきた旧執行部に対する責任を追及し、社会的な正義、公正を実現することは、まあ、あ今日の政治的不敗を撲滅し、次世代の展望を開く上でもとても重要な意味を持ちますってことなんで、まあ、この旧執行部というよりは、大津さん側ですよね、コーを私物,化して私物化してきたっていうことが今、疑われているわけで、まあ、これが、ね、帳簿等々を公開ですよね、明らかになってきた際には、 当然、まあ、ご自身がおっしゃっているように責任追及がされていくんだと思いますということですね。ただ、ここの責任追及したところで、まあ、政治負債を撲滅することにはならないとは思いますけど。はい、ということですね。このようなことから債権者はじめ支援者等々には本と破産手続きの開始に反対し、えー、その賛同を呼びかけたいと思いますということであ、これあったな。えー、っとで、 債務の状況を適切に把握することを目的として、債権者の皆様には、えっ、ー、と、2月17日付にて、債務調査票への回答をお願いしておりますということですね。だからこれは債権者把握してるっていうことですかね。そういえば債権者はいないと言ってたし、えっ、ー、と、借金は寄付だと思ってましたよね。<笑><笑>もうなんかいろいろありすぎて、ちょっとね、あの、 ひどいな、しかし、<laughs> そうですね。だからどうしても日々起きることに目が奪われてしまうので、過去にやっていたそういうひどいことについては、ちょっとね、まあ忘れてらっしゃる方も一番私も時々忘れちゃうんですけど、まあ過去をやっぱ振り返ると、そういうのもやっぱり思い出すんでね、まあ、ちょっと良かったなと思いますが。っていうことですね。はい。まあ、まああちょっとずさんな、まああ 経営っていうのかな、まあ、経理をやっていたみたいなことをまあ言ってるっていうか、まあ、ずっとこれを言ってるんですけどね。しかしちなみに本当にだからこの時点においても不正と言っていた4月7日の昨年の記者会見において言っていた、まあ、立花さんの不正があるとか第三者委員会を作って追及するって言ってたことについては何のことかこの時点でもまだ分かりませんし言ってません。はい、という感じですね。はい、という、まあ、ちょっと涙ぐ,ぐましい努力をしていたわけなんですけども。 はい、まあ破産のね、まあ手続きが開始してしまうっていうところですかね。でこれが債権者申し立てによる破産手続きの開始決定についてという内容ですね。はい。でえー、と、債権者申し立てによる破産手続きの開始についてということでえー、と、破産の手続き開始決定が出たとの連絡を受けましたということでまあ当時はですねまあ破産ライブがあったりとかですねバーンみたいな。 んどんな気持ちいいみたいなのがあったと思うんですがでえっ、ー、ということですねで本党としてはこのような決定を不服として速やかに広告いたしますということで、まあ、今回はその広告の結果が出るんだろうと一般的にはまあなかなか通らないらしいんですけど一応まあ国政政党である特殊性とかまあいろんなことが見られるのでこれについてはまあ本当に出て 出るまで、ね、ちょっと油断ならないっていう状況ではあると思うんですが、まあ、広告をしたとということですね。ただすでにあの事前に言っていたこととか、まあ、裁判所でね主張されていたこともあると思うんですけど「ひろゆさんはいないんだ」とかですね何でしたっけあの何だっけあのあのすごいよね。 その状態見てその確かにあなたたちの言う通りこれはおかしいってなっちゃうとうんっていうところですかねはいまあだからワンチャンあるとしたらだから国政政党の特殊性みたいなところだから政治的闘争に巻き込まれたくないから逃げるみたいなのは、まあ、なくはないのかなぐらいじゃないですかねはいまあというところではいという感じでそして続いてですねえー、っと その後ですね割とすぐに破産手続き開始決定に至る経緯等の説明会のお知らせということですね。はいまあ、これだけ見るとですね、まあ、経緯を説明するわけだから代表者ですね大津さんってね党の。だから債権者を呼んで説明すると思いますよね一般的にね。なんですけど、えー、とこれちょっと中身を紹介する前に。 はい、えー、注意書きのとこですね、えー、と当初この説明会には債権者の皆さんもご参加していただきたいと考えておりましたが債権の確認ができない方から だから多数の問い合わせがあること、当日の混乱が予想されることから、えー、まあお断りしますということになりました。で、えっ、ー、と債権者の皆様には時期を得て改めて、えー、ご説明の機会を設けたく存じますので、えー、今回の説明会の参加をご遠慮くださいということでまた適当なこと言ってますね。これやりました。<laughs> あのそれどころかあの債権者が集まる債権者会議。 ね、そこの会議に集まる人だけじゃなくて YouTube ライブもやりますと。そ,そこでたくさんの人が、まあ、生であり、それから、えー、とアーカイブでもたくさんの債権者の方が見ますっていうところに誘われたのに来なかったどころか回答すら行くも行かないも言ってないっていうのが、えー、と大と大塚さんですね。はい。<laughs> ということで、これ何,何だったのこれみたいな、ほんとひどいよね。まあ、これで広告通っちゃうと大変なことですよ。 はい、で、ちょっと先ほどのとこ戻りますけれども、えーと、説明会やりますよということですね。はい、で、マスコミ並びに信用調査会社の皆様を対象としてとていうことみたいですね。はい、まあ、こっちがメインなんで、あのあれですね、債権者来ないでくださいっていう, <laughs> ていうことのようです。まあ、基本的に自分が言いたいことを発信したいだけっていうまあ、いつものパターンと、まあ、同じのように見えましたが。はい。 でもうすでに今回ですね、もうフリーランスのジャーナリストも断ってるんですよね。はい。以前はね、桜フィナンシャルニュースのね、まあ杉田さんとかもね、入れるぐらいの寛容差があったわけなんですけども、まあ、今回はもう本当にフリーはダメみたいな、いうことになりました。はい。で、説明会の講師として、まあ、これはね、詳しくは加工動画を見ていただくといいと思うんですけれども、ちょっと抜粋だけして一部。 まあご紹介するとこれですねえっと立花さんのお金の集め方が出資法とかねいうことを言ってる出資法違反かっていうことを言っていたりまあこれに限らずですけどね本当に違法だ違法だって言い回っていてでなおかつその支持者の方がそれをまだいまだに喧伝してますよね。これ本当にどこまで許されるのかなってずーっとやってるじゃないですか。ねだからまあ しかも立ち位置としては、高等の党首ですよね、後人側が一政治団体の長に対して、まあ、ずっとこういったことを吹いちし続けるっていうことが、まあ、まあ、かなり私は悪質だと思うんですけどね。はい、で、そして2023年に、あ大津氏が、えっ、ー、と、就任するまでの期間、あまあ、この辺はいいですね。はい。で、えっ、ー、と、はい。 で、支、ま、出、あ、に対して政党、まあ、交付金が2億6000万って言ってるんですけど未来の政党交付金を入れてなくて、まあ、おかしなお金の使い方って言ってるんですよね。はいまあ、まあいつものパターンですけど。で、えー、とそして、えー、と今回の債権者破綻が申し立てたのは、まあ、不正な追及を逃れるためだみたいなねいうことを言っていて、えー、破産開始改定については即時抗告いたしますということですよね。まあ、先ほどととはちょっとまた違っ だからすごいよね「立花隆追求」って言っときゃ通んのかみたいな感じでただこんなの許されたらさみんななんか相手には不正があるのだって言いってね何でもかんでもできちゃうじゃないですか。ね。恐ろしいですよね。はい で、それから、えっと、返済計画は、まあ、以前から破綻していた等々ですかね。あとは、これですね。政党助成金は借金の返済に充てることはできませんということなんで、で、これはマネーロンダリングという抗言をしていて、まあ、政治団体等にわ、一旦別の団体を移して戻せば返せるってやつですよね。まあ、それをマネーロンダリングということを、まあ、言ったりとか、まあ、出てたんですけどね。はい。だから、 ここを批判するんだったら何で政治資金管理団体作ったとかですねあるいは自分が持ってる政治団体を含めてあらゆる団体にあのお金支出してないですよねというのはちょっとまあ興味がありますね。ここではマレードンナリングという言い方で借金返すために買えるようなお金を買えることがまあダメなんだって言ってるのに等しいですよこれね。もう言った上で移してたらもう大変なことですよ。<laughs> で いうことですね。で、債権者の皆様には、えっ、ー、と、その、立花隆が誠意ある説明を果たすべきだと考えますが、もう何度もやってますよね。えー、みんなで作る党としても、債権者の方々に可能な限りの説明を尽くしてまいります。これを感じてる債権者いらっしゃいますかいませんね。いつやるのこれ。ほんといい加減にしろじゃないですかこれはさすがに。<laughs> はい。で、なんか、YouTube ライブでわけのわからんことやったり。あ、YouTube ライブじゃないや。<laughs> まあいいや。で、えー、っと、 ということです、ね、で、またあと資料の引き渡しを一部しかやってないみたいなことを言ってるんですけどね、まあ、これについても、まあ、資料は全部渡ってるんだけどデータ化されたものがないって言ってるんで自分で作ればいいんですけどねただそのデータ化されたものもすでに、えー、と破産管財人の方には渡っているので、まあ、そこでおかしいなことがあれば当然ね、まあ、追及されるっていう話なんだと思うので、まあ、これを別に大津さんが、まあ、これをわざわざ広告して止める理由にならないですね。 むしろ優秀な破産関財人さんがやってくれるんだからむしろこれ進めてくださいっていうね不正追及だったらねだって1年間かかって全然追及できなかったわけですよあの <laughs> っていう感じですよねはいということでまあその後まあざーっといろいろ言ってるということですねで、えー、と政治資金の適正な使い方は問われてる昨今国政政党としてこれまでと異なる健全な運営を目指しすべての質問に包み隠さずお答えいたしますってことなんで だからやっぱ破産、債権者会議出てきてね、答えるのがまあ正しかったですよね。はい。という感じで、まあ何か質問に答えたっていう感覚は私には全くないんですが、まあ言ってるのはとにかく立花が悪い。で、政党交付金は使っちゃおうかな、みたいなふうに見えるような回答しかなかったって感じですかね。だって、政党交付金から借金に当てられないって言うんだから、そこから返さないわけでしょあの <laughs>。で、その割に、 場合によって自分の資金管理団体とかにお金をこう移してたらね大変な問題になると思いますけどね。はい、というわけで、まあ、いずれ、まあ、この辺は帳簿等々が出てくるんでね、まあ、ちゃんと広告が却下されて債権者集会においてはおそらくたくさん出てくるでしょうし、まあ、その前にすでに債権者委員会が設立,設立されれば、まあ、その破産管罪人に、ねまあ、資料を要求して事前に見ることもできるかもねと。 いいうようよな話でございます。はいというわけで本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。